はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、ホッピーをですね、濃いめで、飲んでみたいと思います。で、一般的になんかね、居酒屋とかだとね、氷を入れて、で、多いところだと、このね、グラスのね、8割ぐらいに、焼酎を、もういきなり入ってて、みたいなね。で、こう割って、ちょびちょび割って飲んで割って飲んでみたいな感じでやると思うんですけど、まあ、それをね、ちょっと濃いめで、まあそれと同じように、ね、居酒屋スタイル飲んでみたいと思います。焼酎をだいたい8割ぐらい、8割ぐらいまで入れます。入れまして、大体ね、こんぐらいまで入れて、で、ホッピーを、ね、ちょびちょび入れて、この状態で入れます。ね。それでは、飲んでいきたいと思います。乾杯。だいたいこのホッピー一本で、なんだっけな。中を、焼酎をだいたい3杯いけるって言ってたんで。うん。うわ、濃いな。濃いな、これ。なんか言う人によればもう、中3杯。ホッピー1に対して中3杯いけるって言ってたんで。まあだから、一般的に中が、こんぐらい普通だった。1、2、3。で、さっき入れたのが8割ぐらいだったから、まあ中3杯分ですよね。それがね。うわぁ、濃いな。濃いなぁ、これ。うわぁ、焼酎の味しかしねえ。びっくり。焼酎の味しかしねえ。うわぁ、来るね。実に来る。まあでも、ちょっとほんのり苦さがあるのが、まあ、あるはあるんですけど、うわ、きついね。まあでもやっぱりホッピーですね。まあ個人的にはホッピーは、黒ホッピーが一番好きなんですが。うまいね。まあホッピーに、合うのはまあ焼酎。で、昔から言われてますけど、まあ大体焼酎なんだけど、タモリクラブだと、リモンチェッロっていう、まあ、レモンのお酒ですね。もう非常に合うことで、まあ言われてます。うん。ホッピーもね、中、量とかで、一瓶で中何杯飲むのが正しいっていうなんかのがありますけど、
最も多かったのが3杯って書いてあるね。だから3杯っていうことはどんぐらいってことなんだよね。一般的にさ、普通の居酒屋だと1杯横ぐらいでしょ。中こんぐらいなの。2、3だから。まあ、そういうことですね。ただ多いところだと1杯でこんぐらいと。もう8割方。とか来るんだよね。まあでもこういうのは、だいたいなんか、こう、なんか食いながらね。あともうちょっと。でもやっぱり結構多いところは本当に多いみたいですね。場所によっては好きなだけどうぞって言われてるらしいですね。あ、別にそんなに焼酎そんなにいらないよね。ホッピーっていうのはそんな濃ければ濃いほどいいって言ったら、いや、ホッピーの意味ないじゃんってなるんです。だから俺はね、普通に規定量、このホッピーグラスの場合でいくと、まあ大体ここにあの目印があって、星が2つあるんですけど、その2個目の上の星のとこで、ぐらい。で、あと1本バーって入れて、終わるっていう感じなんだけど。まあ、それよりも気になるのは、なぜか氷が入ってることなんだよね。氷が。なぜか居酒屋って氷が入ってるじゃん。普通、氷って、入れないんですよね。普通のホッピーだって。ホッピーの会社の、一応規定ではね。なんでこれ氷を入れるようになったのかっていうのも問題ですよ。ああ、でもやっぱりあれだな。うまいっすね。タバコと。
ふぅ。タバコと酒はうまいな。一向に減っていきませんね。なかなか。ひたすら飲むぞ。最近はね、酒をね、よく飲むようになりましたよ。って言っても、なんか、ただ酒にね、最近ね、生ビールに弱くなったんですよ。生ビール。なんかね、生ビールを、まあ、2缶飲んじゃうと、もう吐き気がするっていうね、レベルになってしまうっていう。一体何なのか。うん、わかりません。ねえ。あ、もうやばい。もうそろそろ酔ってきた。本当に酔ってきた。でもね、焼酎は驚くほど、酔わないんですよ。そう。ビールはすぐ悪酔いするんだけど。なんか、まあ、最近はほとんど、焼酎っすね。焼酎の、まあ、自分で、まあ、以前紹介した、バイスサワーみたいなやつ飲んだり。っていうのを、まあ、主にしてるっていう感じなんですけど。でも大体焼酎だと、まあ、酔わない。お、とうとうホッピーがなくなった。ホッピーがなくなりました。ちょっと攪拌してですね。こんなもんか。ホッピー。ホッピーズがサワーですね。サワーだと大体、酔わない。普通のかな。まあ、酔わないってこともないんだけど、結構、飲むんで、このジョッキだと、ちょっとさすがに3杯ぐらいしか飲めない。けど、まあ普通のコップみたいな、コップのやつだと、まあ大体いつも5杯ぐらい飲んで、まあ生放送のね、
生放送で大体ね、5杯ぐらい飲むんですけど、大体ほとんど毎日、5杯ぐらいずつ、飲んでまして、で、とうとう焼酎がね、なくなってしまったんで、今さっき、ね、このでかい4リッターのね、25度の焼酎を、買ってきたわけです。これは値段が1590円プラス税。という、まあ、激安の焼酎。いや、でもこれあと結構あれだね。さすがにセンベロレベルですね。もう結構あれだな。結構来るね。さすがに。で、ここで俺がいつも、あれなのは、だいたい何も食べないことですね。何か食べるとね、俺結構すぐ酔っちゃう。逆になんか吐いちゃうっていうパターンがあるんで。吐いてしまう。というわけですよ。何かこう、胃に入れると、俺の場合ちょっと吐いちゃうんだよね。その胃に入ったことによってね。なんで、あんまり、食わないようにはしてます。まあでもタバコは吸うんだけど、まあ、基本食べない。つまみは食べない。つまみは食べない。いやー、でも寒くなってきたね。本当に。冷え性なんで、本当に寒い時に、こういう、冷たいものをね、飲むというのは非常に、まあ、答えはするというか、うん、答えなんですよ。まあ、やっぱ一番いいのはあれだよね。今、深夜の2時なんですけど。これはあえて昼のあったかい時に、まあ、飲むっていうね。っていうのが、一番いいんだけど、だいたい居酒屋って、夜しかやってないじゃないですか。で、しかもひどい時になると、その居酒屋が、屋外だったりする。で、風がビュービュー吹いたりする。なんじゃこりゃ。
って感じになるわけです。あれはちょっとひどいよね。せめてさ、あったかいところで飲ましてくれって感じはするよね。あれはちょっとひどかったな。しかもめちゃくちゃ風が強くてさ。てなね。感じです。結構あれだな。量あるな。うん、やっぱね、でもね。多分個人的にはホッピーは規定量が一番うまい。規定の量が一番美味しいと思うけどな。やっぱホッピーのそのこのホッピービバレッジの規定量ですよ。焼酎1に対してホッピーが5っていうね。あ、それが一番美味しく飲める。美味しくホッピーを飲めて、まあまあ人それぞれなんだけど、ね、個人的には、ね、あんまり焼酎の味が強すぎても なんかあんまりっていう感じはするじゃないですか。まあまあ濃いめのやつが好きっていうか、まあぶっちゃけて言うと濃いめとかって言うけど、濃いのはただ焼酎なだけなんですよね。濃いのは焼酎なんですよ。で、ホッピー自体は薄いんですよ。薄くなっちゃうんで、結局割合的に。だからホッピーの濃いめとか言うけど、ホッピー濃いんじゃないんだよなって。ホッピーが濃くないんですよね。ホッピー逆に薄いんですよ。焼酎で。薄まっちゃう。まあ、そこんとこどうなんだろうなっていうのはありますけど、で俺大体酔ってくるとしゃっくりが出てきてるんですけど、まあ、ね、すでにしゃっくりがそろそろ出てきているという。まあ、現実ですね。うわ。うわ。うわ、結構来てる。
これあの、これ飲み終わるまで、これ終わんないっすか？終わんないの。この動画は久々にね、酒飲み動画っていう感じなんで。いや、でもね、ここからちょっとあれするか。最近ちょっとムカついた話していいですか？あの、警備員の、とある警備員の、あの、研修に、俺行ってきたんですけど、4日間ね、法廷研修っていうのがあって、まあ絶対受けなきゃ、あの、警備員になれないっていう、研修があるんですけど、それを4日間受けたんです。でね、あ、やっと終わった、みたいな感じで、で、その会社に、もうそろ、あの、終わっても帰るぐらいの時にね、紙を、あの、一枚渡されて、これ書いてくださいって言われて。で、それ何かっていうと、その、アンケートね、この研修のね、その、我が社の対応はどうでしたかみたいな。その研修の、その警備員の会社の対応はどうでしたかみたいな。あの、いい、悪い、普通、みたいな。に丸を書くタイプのやつね。で、何個もこう、箇条書きになってて。まあ、それはアンケートで。まあ、本社に、その会社の本社に送るっていうタイプ、やつだったんですが、あの、なんとね、その会社の、その、あの、担当者に、あの、悪いに丸をつけないでくださいって言われたんです。は？と思った。あの、悪いに丸をつけられると、あの、本社から、その、ね、この営業所に対して、その、まあ、指導が入ると。ので、いいか普通にしてくださいって言われて、は？と思った。何言っとんだこいつは、と。でね、その担当者の人がずーっと俺がこう書くところに、書く目の前にずーっとこうやって見てるんですよ。ひたすら。書き終わるまでね。まあ、つまり、その、悪いに丸をつけてないかっていうのを、こう監視するためにね、見てるわけです。どう思う？これ。で、俺はそれにちょっと切れて、とりあえず全部普通に丸をつけた後に、で、家帰ったんですよ。で、家帰って、何をしたかっていうと、あの、その会社の本社に電話した。で、丸々営業所の人に、あの、最後のアンケートで、ね、悪いに丸をつけないでくれと、言われたんですって。まあ、いうふうに俺は電話したんです。で、そしたらその本社の人が申し訳ありませんと。で、それ言って、で、結局ね、もう俺はその、営業所のところ、その丸々営業所では働きたくないと、言ったんです。あの、警備員の研修って、まあ大体 DVD とか見るんですけど、あの、まあ、簡単に言うとさ、あの人との対応とかが結構あるから、
で、ね、すごい、その、対応を、まあ、その、しっかりして、しっかりした対応を取ったりとか、その、相手に、その、不快に思われない対応、言動をしっかりしてくれみたいなことをもう再三言われるんです。あくまで、その、警備員といっても、まあ、サービス業みたいなもんなんで、ね。まあ、お客様を、には、その、不快な言動をしちゃダメとか、ひたすら言われてる、その、ひたすら言われて、来て、置いて、ね。その指導をしてきた、その会社の人が、悪いに丸をつけないでくれっていう風な、ゴミみたいな、ね、なんか、なんていうか、みみっちいっていうかさ、ほんとみみっちい。本社から怒られるんで、しないでくださいって。丸つけないでくださいって。それまで俺ずーっと、いい人たちだなと思ってたんですよ。それなのにね、なんか、最後の最後で、めちゃくちゃなんか、裏切られたっていうか。うわーと。すげえ。うわ、なんだこれ。なんだこの会社。思ったんですよ。なんで、その営業所で働きたくないんで、まあ、別の営業所で働かせてくれと。別の営業所に移してくれと。俺をね、言って、まあ、結局別の営業所に移してもらったんだけど、その別の営業所だと、その、まあ、その別の営業所に行ったんですけど、まあ、結局ね、その、別の営業所だと、毎日その、場所が変わるみたいなんですよ。現場がね。あっち行ったり、こっち行ったり、こっち行ったり、こっち行ったりって、固定現場ではないって言われたんで。それで、まあ、俺は固定の場所で働きたかったんで、ちょっと、ああ、じゃあちょっと会わないんで、ちょっと辞めさせてくれ、みたいなこと言って、まあ、結局辞めることになっちゃったんだけど。まあ、皆さんどう思いますか？そういうのって。まあ、だからね、結局のところね、みんな多分クレーム入れてないんです。これは言っておきたいんですけど。結局、俺が、クレームをね、今入れたからいいけど、それまでの人間はずっとその悪いに丸をつけないでくれって言った件については一切本部には報告しなかったことになるわけですよね。まあ俺が報告したから多分次の人以降は多分しっかりね、そんなことは言わないんだろうけど、結局こういうことに関しては基本的にやっぱりクレームは入れるべきなんですよ。クレームをね。だから、結構クレーム自体は悪って思ってる人は結構いて、いるんですよ。日本人は特に。まあ簡単な話、クレームなんてのは、まあ、入れる人間がね、悪だ、みたいなことを思ってる人が多すぎる、日本人は。特に、例えばゴミなんか、ね、食品になんか髪の毛が入ってたとかさ。
だから、本当にクレームを入れないことは悪じゃないっていうことをね、皆さんにね、伝えておきたい。なぜならば、クレームっていうのは、それは、その会社がね、当然なんですけど、クレームっていうのは悪じゃないんですよ。クレームを入れたことによって、その会社の成長につながるっていうことを、だってクレーム入れなければさ、例えば、あ、こういう髪の毛入ってた。で、まあクレーム入れなかった。けど、その髪の毛入ってたらさ、普通さ、もう二度と行かないとか、あるじゃん。その店には二度と行かねえわ。ってなるわけです。でもそこでクレームを入れておけば、ね、まあ当然、それでしっかりとした対応ね、まあ申し訳ありませんでしたって、こう、謝ってくれれば、その人に対しても、あ、ちゃんと分かってくれてんだってなって、次も行こうみたいな感じになるわけ。で、当然その髪の毛を生えてたその店に対しても、まあ指導が行くし、まあ結果として、まあなんていうかな、まあ、ウィンウィンの関係、ウィンウィンの関係っていうのもある。ね。そんな感じで終わるわけです。だけどね、本当になんかね、クレームを入れたらダメみたいな、そのよくわからん風潮がね、生まれてっているのが事実なんですよね。うん、非常に。だから皆さんはね、ちゃんとクレームを入れた方がいい。俺はもう、ひたすらクレームを入れるっていうのは、まあ、ためらわないんで。うん。本当に何かあったら大体クレーム入れるんですよ。うん。まあ、何かあったらって言っても、まあ、それも限度はあるけどね。当然、その一般的な限度の範囲を超えないレベルで、まあ、例えば最近じゃないけど、まあ、ハンバーガーのね、マクドナルドのハンバーガー4つ買って、持ち帰ったら、1個にハンバーガーのね、肉が入ってなかった。ハンバーガーのね、肉がね、パティがね、丸々入ってなくて、は?と思ったね。まあ、っていうこともいろいろありますけど。まあ、人間なんで、まあ、当然失敗することは、ミスとかあると思うんですけど。で、やっぱそこはね。まあ、こっちは金払ってるわけだからね。さすがにね、ちょっと。まあ、クレームを入れた方が、やっぱり、まあ、両方お互い気持ちのいい感じになるんじゃないかと。思います。ということでね、今日は、ひたすら、まあ、ホッピーを、ね、まあ、だいたい8割ぐらいの、焼酎入れて、で、このホッピー一本で飲んでみたみたいな企画やりましたけどね。まあ今後ね、まあこういう企画もね、まあまあひたすら飲む企画ですね。レビューではなくて、飲む企画を、まあひたすらやっていく可能性もありますね。まあ、なんか感想ありましたら、下のね、コメント欄にね、いろいろ書いてもらえると嬉しいです。ということで、まあそうですね。個人的にはあんまり美味しくはなかった。やっぱホッピーは、ね、だいたいグラスの、まあ3分の1ぐらいに焼酎入れて、あとホッピーで満たすみたいな形が一番うまいんじゃないかなと。個人的には思います。
まあなんで、まあ、そうですね。まあ、まあレビューという形になるとすれば、まあ三つ星だな。まあ、時と場合による。このホッピーの8割型入れ、あの、焼酎入れるタイプのやつはまあ、そうですね。居酒屋とかだったら、まあ、わからんでもないんで、まあ、でも家飲みとかだとちょっと、きつい。例えば、なんか居酒屋でなんか頼んだりとか、なんか、ね、食べながらとかだったら、まあ、ね、誰かと話しながらとかね。女の子と話しながらとか、まあいいんだけど。まあ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 。俺一人で飲んでるっていうのとはきついですね。正直きつい。まあ、だから三つ星ぐらいで、いきたいと思います。それではね、皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。